はい、どうも、はじめまして。スタンドバイシネマチャンネルの塚原奈々子です。よろしくお願いします。はい。このチャンネルですね、新旧問わずいろんな映画の感想や考察を行いながら、時折ゲストさんをお招きしていろんな企画に挑戦していこうという映画チャンネルでございます。よろしくお願いします。はい、というわけで、無事終わりました、キャシア&ジュニアよ。いやー、面白かった。めちゃくちゃ面白かったシリーズでございましたね。特に12話、タイトルね、リックス通りってことで、はい、これはね、キャシアのお父さんのね、クレムがね、処刑されてしまった場所の通りでございますけども、そのタイトルからして、うっと来まして、そして今回もうね、総集編かっていうかね、これまでの全キャラクター、ね、亡くなっちゃったキャラクター除いてるんですけども、ほぼ全員出てきたんじゃないですか。もうそこもめちゃくちゃテンション上がりましたしね、なんならちょっと忘れてるようなキャラクターもいたんで、今回見返して、いやー、よかったですね、いろんなキャラクターがいて、いろんな人生がありました。というわけでの、この12話目でございます。ちょっと振り返ってみますと、最初ね、一挙3話から始まりまして、最初はね、ちょっとやっぱ展開が遅いなんて言われてましたけども、遅いっていうかね、まあ、登場人物がめちゃくちゃ多い群像劇なんで、まあ、キャシア描いたりね、シルルカン描いたりね、あと、まあ、モンモスも描いたりしてるんで、まあ、いろんな話がね、いろんなこと散るんで、まあ、なかなか話が進まないっていうのはあるんですけども、それがこう、そうした12話でしたね。それがあって、積み重ねがあって、今回12話全員出てきて、うわ、そうか、そういう人生があって、ここにたどり着いたんだっていうところの、激アツ、胸アツな12話目でございます。よかった。はい。で、今回ね、そのナーチってキャラクター出てきましたけど、酒場でね、ザンって電話でね、キャッシャーとやり取りしてくれた人を、ちょっとなんだろう、酒飲ませて、なんか吐かせようみたいなね、ちょっと悪い賢いやつでね、ちょっと黒人の方なんですけども、ナーチ覚えてます皆さん。ナーチは、1話目で、キャッシャーを取り立てようとして、うまく取り立てられなかった、キャッシャーに恨みを抱いてるようなキャラクターでしたね。まあ、彼が出てきましたし、あと、ペグラ、なんかね、ワンちゃん飼ってる、2匹ワンちゃん飼ってる、おじさんなんですけども、彼がね、いい活躍しましたね。めちゃくちゃいいキャラクターでしたね。いいおじさんでしたね。B をね、助けてあげたいとかね。B もめちゃくちゃ可愛かった。結局、これまでのね、もしかしたらドロイドの中で一番愛嬌あるって言っても過言じゃないんです、R2D2 とかもね、めちゃくちゃ可愛いですけど、彼はね、ちゃんと喋れませんからね。C3PO を介して喋ってるわけですし、まあ、そうね、BB8 とかもね、喋れなかったんで、今回ね、B はね、めちゃくちゃね、ちゃんと喋るし、感情表現がとても見事でね、いや、泣けましたね。最後とかもね、まあ、バイの気持ちの表すシーンとかね、ぐっときました。はい、爆弾を作ってました男の子、昼間にね、爆弾をうわって投げて、ウィリモンって言いましたね、パークっていう、それも1話か2話目に出てきた男の息子さんですね。で、お父さんは亡くなっちゃったと思うんで、まあそういう意味で反乱の意思があったんでしょう。っていう中で彼が爆弾を作ってるシーンがあって、彼の爆弾がね、いろんな爆弾の誘発を起こしてね、とんでもない大活躍してましたけども、彼も出てきて、彼も最後ね、一緒に乗り込んでましたんで、彼もね、その後ほど話しますけども、シーズン2にしっかり出てくるわけでしょう。そしてもちろん、はい、モンモスマでございますよ。彼女もね、いろいろありました。裏で大活躍してくれてました。表でね、キャシアンとがっつり絡むことはなかったんですが、お金をね、反乱にね、融資してくれてるってわけで、そしてお金の出所がちょっと怪しいって、ね、40万クレジットをどうにか埋めなきゃいけないっていうね、これある意味一番の活躍でしょ。彼女が大活躍してまして、そしてね、デボスカルダンにね、ちょっとね、弱みを握られてっていうか、そのお金を貸してくれるがゆえに、娘とその息子を、まあ、言ったらね、政略結婚させなきゃいけないっていうね、とても辛い決断を、まあ、結局彼女がそう決断することによって話が進んでいくわけなんですけども、いやー、まさかモンモスマね、これまでいろいろ描いてきたモンモスマにこんな歴史があったとは、めちゃくちゃ辛かったですね。彼女も、でも彼女あってこその反乱が活動できてるわけですから。はい、でもちろんルーセンですよ。あのね、もうとてもクレバーかつ、そして冷酷な判断ができるところ、まあ、彼の判断があってこそ、やっぱいろんなところを切り捨ててってこその、ソーゲリラとかね、会もそうでしたけども、ソーゲリラがね、思って以上に意外にね、人間味あるやつでしたからね。彼ちょっとテンパっちゃうとこあったりするんですけど、ローグワンでもね、なっちゃう。人間不信なとこあるんですけども、彼よりも冷酷で、彼よりもね、一個の目標に対して、正確なジャッジがして、切るものは切らなきゃ先に進まないっていうね、ルーセン。そう、で、モスマのね、話戻りますけど、モスマのタクシーみたいな、運転手付きのね、自家用車乗ってるシーン、めちゃくちゃうまかったですね。あそこ、よかった。もう旦那にね、その金かけごと、あんたかけごとやってんでしょ、みたいなこと言って、金の出所は全部あんたが持ってってんでしょ、みたいなことを振りつつ、せいにしつつ、運転手は聞いてるっていうのはね、もちろん分かってる状態で、あえて聞かせつつ、全部旦那のせいに全振りするっていうね。で、結局そのね、旦那が誰か嘘ついてんじゃねえか、みたいな言ったら、モンモ様が、
そうね、誰かが嘘ついてるわねみたいなシーン、いやうまい、脚本がうまい、嘘ついてんのはモンモスマなんですけども、見事ああいう表現トニーギルロイ脚本めちゃくちゃうまいですね。うわゾッとしましたね、表情とかもね、彼女はね、いやお芝居もいいしとても良かった。でこれ出てきました、あなた関東バイトで、かけしなさいよするならみたいなね言ってましたけど、関東バイトってのはね、あのエピソード8でね、フィンとかねローズがねあれちょっと訪れてた惑星でございますけど、でちゃんとそういう話も出てくるっていうのはとてもねスターウォーズ思いましたし、ちょっとなんか今回ね一個ちょっと僕が言いたいって言えば、ちょっとスターウォーズ感がある意味薄めたわけじゃないですか、お話としてね。なのでストームトルーパーとか出てくると、おおストームトルーパー出てくると思って、これはそういえばスターウォーズなんだっていう思うぐらい、これいい意味ですよ、いい意味でスターウォーズ味が薄くいストーリーで、本当にねただのね政治的なね作戦の話だったりですね、人間の話だったりするところはとてもね新しかったし、逆に本当にストームトルーパーがねちょっと浮いちゃってるような感じの、スターウォーズワールドでございました。はい、そしてもうもちろんこれが一番ね激アツでした。ネミックなくなっちゃいましたね。ネミックの自由への宣言書マニフェスト、これがあってこそしっかりね熱くね活動してるってことが分かりましたし、彼は言ってましたね、本当反乱というのは止められないと、それは自然の定理だと、むしろ不自然なのはそれを止めようとする帝国側、それ体制側だと、そういうの体制側、そっちはつまりそれは無理してる行動なわけで、それはいつか崩れ落ちてしまうと、まずは挑戦せよって言ってました。ここで面白いのがヨーダも言ってましたね、試しなどいらん、やるかやらないかだ、これねスターウォーズの名言でございますけども、これあれ結局そもそもスターウォーズってのはスーパーヒーローたちの話なんですよ、選ばれた人たちの話なんですけども、今回はねもうグッド姿勢の人々、能力がない、もちろんジェダイの人が一回も出てきませんよっていう話の中で、やっぱりそのまずヨーダの話までたどり着いてないわけですよ。試しなどいらん、それはヨーダは、それはもうスーパーヒーローたちの話であって、もちろんそれはね我々の普通のね私生活の中でもきちんと使いますけども、それよりももっと前の話、ネミックが言ってるのはまずは挑戦することだと、挑戦せよと、そっからさまず試せと、試さないと何も始まんないぞっていうところを言った、そのヨーダの一回前みたいな話をしっかり語ってくれて、さらに我々この姿勢の人々の、気持ちにグッと寄り添ったお話でございました。最高に熱かったです。あそこもね、あのね、なんなんですか、自由のマニフェストをちょっと全文読みたいですよね。なんかどっかのサイトで見れないですかね。めちゃくちゃ良かったですね。ネミックね死んじゃいましたけどね、はい、あれはきっとあの意思は受け継がれてるわけですか、キャッシュアンドに。そして今回ポストクレジットもね、もう分かりましたね。あのナーキナファイブ、ナーキナファイブでもね、キノロイって超いいキャラクターできましたけどね、あれね、結局アンディーサーキスが言ってましたけど、死んじゃったのかみたいなね質問に対して、アンディーサーキスは死んでるか死んでないか分からんと、ただまあすでにナーキナファイブには、まあ、あんな崩壊してしまってるから、まあそこで生き残ることもできるんじゃない、俺は知らないけどねみたいな言ってましたけど、さあもしかしてシーズン2に出てくるかもしれません。キノロイ出てきてほしいですね。まあ出てこなくても最後のね、俺は泳げないんだっつって、ちょっと一瞬最後ねクッと笑うんですよ。あそことかもね、めちゃくちゃ良かったんでね。そして、そうね、ポストクレジットね。ポストクレでね、今回出てきましたね。デススター。そして、わかりました。そのさっき言ったナーキナファイブで、ね、何作ってんのかなって、バコーって出てきてね、いろんなもん組み立ててましたけど、ずっと思ってましたけど、あの、キャッシュアンダーたちがね。あれが、なんと、ね、皮肉にもデススターの一部だったってことがわかりましたね。うまい。いやー、なんてうまくできた脚本なんですか？これをキャッシャンとか知ってか知らず、まあ、知らないでしょうね。知らないで作っていたものが惑星を破壊して、それを止めに行く、実は行為をするのが5年後のローグワンということで、見事な脚本としか言いようがないです。あのポスクレはね、ここ最近のね、マーベルとかいろんな含めて一番良かったんじゃないですか。そうね、もちろん忘れちゃいけないね。シリルカーン、みんな大シリルカーンですよ。がね、デドラを助けましたね。ちょっとあそこね、なんか声が生まれるんじゃないかみたいなね、シーンで面白かったですけど、やっとシリルカーンがね、これある意味ね、これキャシアンドと対応なすぐらいな主役キャラクターと言ってももう過言じゃなかったんですか、シリルカーン。めちゃくちゃね、尺されてたし、いいキャラクターだったし、そしてやっと本当にね、シリルカーンがね、最初失敗しちゃってね、キャシアンドを捕まえるところで失敗しちゃって、うわって中で、多分彼は彼なりにね、頑張ろうと思ってるんですよ、本当。中で、やっと最後一矢報いたっつったら言い方おかしいかもしれませんけど、やっとなんとかね、デドラン助けてね、ちょっといい感じになりました。で、間違いなく彼がシーズン2引っ張っていくんでしょう、彼もね、ヴィランとしてね。彼はまあ、どっかできっと命を落としてしまうんでしょう、ログワン出てきてこなかったわけですから。でもね、きっとかなりね、いい傷跡を残してくれるはずでしょう。期待しましょう、彼にもね。はい。というわけで、シーズン2は2024年からということで、なんとちょうどね、今月2022年11月から撮影を開始してるということで、今から撮影真っ最中。で、来年の2023年8月には撮影が終わって、そこからプリプロっていうか、編集に入るということで、なんとしかもね、第一歩入ってきまして、最初のシーズン2のファーストシーンを撮影したのは、なんと、はい、みんな大好き、シリルカーンのシーンからの撮影だったらしいです。いやー最高。ってことはもうシリルカーン大活躍。
確定。間違いない。めちゃくちゃ楽しみでございます。はい。というわけでね、今回ね、結構たっぷりね、余裕かけて12話、描いてきました。キャッシュ&ドシーズン2はなんとね、12話だけで、その一気に4年間を描くってわけで、まあ単純計算すれば3話で1年ごと進んでいくってわけで、かなりね、トニー・ギルロイがシーズン1とは違った予想になるだろうって言ってましたけど、いろんなね、アクションシーンも含まれていくでしょうし、で、彼が言っていたのは、いろんなね、やっぱチームをまとめていくことの難しさ、裏切りだったりね、そういうとこもしっかり描いていくってことで、とてもまたね、内面をぐっと描いてくれるってことで、新たなスターウォーズのね、世界を広げてくれるシリーズになるでしょう。よかったですね。こうなってくるとね、ほんとね、オビアン・ケノービがね、ほんと、いろいろな整合性を取ることにね、必死になっちゃいまして、シーズン3と4のね。そのまま終わってしまった感が残念ではございますが、まあ、あれはあれでね、最後ね、クワイ・ガンジンが出てきたからいいとしましょう。はい、もうそういうドラマでした。というわけで、来年はね、マンダロリアのシーズン3があったり、アソーカのドラマが、単独ドラマがあったりするんで、あとは、バッドパッチもシーズン2があったりするんで、それもね、スターウォーズファンはしっかり楽しんでいける位置になると思うんで、ね、盛り上がっていきましょうってわけでございます。はい、というわけでね、僕はね、コミコンの用意しなきゃいけないんで、コミコン行ってきますので、というわけで、ね、今回本当にね、雑談みたいな感じになっちゃいましたけど、これの熱い思いよって感じでございました。はい、というわけで、スターウォーズの話はもちろんですが、それ以外にもね、映画やドラマのね、話をしていこうと思ってますね。よかったら高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。その最後にね、言いたかったの、ブラスト、キャッシュの親友がね、マーバの石でね、ぶん殴ったとこ、あそこ最高でした。あそこ 100点でございました。ちょっと笑っちゃいましたけど、あれでね、マーバの一撃が食らわせられたってことで、最高でございました。はい、というわけで、石と空、石と空、石と空。